滝屋姫に協力すると決めてしばらく経った頃いつものように気になる依頼をこなしていくと彼女は曲がつ日との戦いを終えるなりその場にしゃがみ込んでしまったダメじゃもう一歩も歩けそうにないこれは誰かにおぶってもらわねば死んでしまうに違いないあどうしたものか 冗談じゃあの程度の真夏日相手にわらわがどうこうなると思ったのか <laughs> どうしたもうおんぶは良いぞ、うん、<laughs> それともなんじゃわらわの豊満な肉体を背に感じたいのかそういうことなら <laughs> 顔を真っ赤にして逃げようって。 そなたは多いやつじゃのからかいがいがあるというものじゃえっと帰るぞ今回もそなたのせいでろくな収穫がなかったからなうんどこを見ておるんじゃうんん <laughs> そなたも 男ということかその日の夜のこと次の任務について滝夜叉姫に相談をしようと思い彼女の部屋のすぐ近くで足を止めた廊下には静かに夜空を眺める滝夜叉姫の姿がある声をかけようとした時彼女の長い白銀の髪が 風で大きくなびいたそなたか声もかけずに何をほうけておるわらわに何か用があるのではないかなんじゃ一体何の話は あ,あ、これは、あ、わらわは泣いておったのか。涙など、いつぶりじゃろう。問題ない。わらわは別に悲しいわけではないからな。故郷を失ってからな。わらわは、 勤めて涙を見せぬようにしていたのじゃ。部下たちのためにも、弱い姿は見せられぬからな。だからこれは、いつぞやに抑え込んだ涙が、ようやく溢れてきた、ということかもしれぬな。<laughs> とにかく、わらわは元気だから、心配せんでよい。用がないのなら、もう休む。 明日に触るぞ。<laughs> そうじゃな。確かに、そなたのせいで、わらわは前より弱くなってしまったのかもしれぬな。のそなた以前、わらわの本当の名を知りたいと言っておったな。あの時の思い、 今も変わらぬのか <laughs> 本当に素直じゃのう。分かった。そなたには涙まで見られてしまったわけじゃし、今更強がっても仕方ない。わらわの全てを、教えてやろう。匂い,いか一度しか伝えぬぞ。 伝わったかこれが、わらわの女じゃ。わらわの名を呼ぶのは、まだ早い。まだ、わらわの全ては教えていないからな。あれ。続きは。どうじゃわらわの生まれたままの全てを見た感想は。ここが、そなたを受け入れる場所だぞ。 我らの表面を見ただけでは足りぬといった顔じゃのうよかろうこの奥わらわの一番深い場所まで知ることは許さんんとも元気なことじゃこんなに張り詰めていてはすぐにでも たまらぬのではないか格好をつけずとも良い。笑わぬから先に迎えたらどうじゃ今も可愛らしくビクビクと震えておるぞ。何を遠慮しておるのじゃ。 わらわがすべてを受け止めてやるから好きにすればよかのうそれともわらわが動いてあううん、っ、はんじゃ深いダメじゃんそれは壊れてしまうからそそれは 決まっておるわらわがこの程度で許しを教えをこうとでも思っておるのかまだまだ足りぬからもっと頑張ることじゃわらわを満足させてみるんすごいそなたの。 わらわのところに <laughs> やはりそなたは元気じゃのまるで本当に赤子がいるようじゃ <laughs> そんなにわらわの名は心地よいか <laughs> どうじゃもっと <laughs> こうしてやろうか <laughs> そこはダメじゃ <laughs> そんな 一度にされては、おかしくなる、うん。我々は先には、やだ、うん。ねえ、ダメじゃん。一緒がいいのだ。一緒が、そなたと一緒が。最後に、我々の名を呼んでくれ。ねえ、そうじゃん。それが我々の本当の名。そなただけに、許した、名じゃん。 よかったのかそういうことなら許してやる。う本当にそなたは悪い奴じゃん